します。本日のモデルさんのビフォアの状態からどんなだったか教えてください。はい、そうですね、鎖骨下レングスの、上に丸みのある、レイヤードの長い、デザインですかね。からまずカットをされたと思うんですが、どのようなカットをされたんでしょうか。はい、全体的に今回のコンセプトはアイロンとかそういうものをしないでノースタイリング、できれば自然乾燥っていうテーマで、まあ、ドライヤー使わずに、外人のような癖っぽさ、もしくは、アイロンを一生懸命やった感じの、デザイン性っていうものを、何もノータッチで、っていうテーマでやったんですけど、でそれに必要な、デザインに関して、レイヤードの、ポイントがありまして、トップにレイヤーをちょっとつけて、動きのリズムを、全体につけていくという考え方で全体にレイヤーを入れていきました。で、全体にレイヤーを入れた後に、まあ、前髪の、まあ、邪魔な前髪っていうテーマで、まあ、彼女自身が長めの前髪が好きだって、一応これを交渉決裂したんですけど、僕はもうちょっと短くしたかったんですけど、でもまあそれでこう長さをちょっとありながらこう、動きの実も変えていくっていうので、前髪もちょっと調整しました。はい、ではそこからパーマの巻き方について教えてください。はい、パーマはまあもどうしてもパーマっていうのは根元からボリュームが出ることが難しくて、根元のからボリュームが出るというか、語弊があるかな、根元からの立ち上がりっていうものがすごく難しくて、立ち上げることによって動きのリズムが変わっていくんですけど、それをちょっと今回円錐ロッドを使いながら、ロッドの直径をコントロールして回転数を、2回転半とかいう回転数の中で、リズムを変えながら巻いていきました。前髪もそのリズムを変えながら。そうですね、うん、だからどうしても柔らかく大きくとかというと毛先だけのカールになってしまうんですけど、それを根元から動かして、毛先が動かされてしまうみたいな、まあ、外人っていうのは基本的に根元がグッて動いて、それが毛先が動いていくわけなんですけど、それをその状態を作るみたいな。リズムを変えながらっていうのはどういうふうにリズムをこうつけるというか狙っていったんですか。根元を動かすとリズムって変わるんですよ。毛先だけだとリズムってそんなに、まあ、スイングするぐらいなんですけど、だから根元の方向性が違うものとか、縦位置だと斜め位置、逆巻きっぽい感じとか、それを、髪の毛の落ちる位置に対してどう考えるかっていうので、巻く方向性だとかを変えていったっていう感じですかね。巻く方向とその直径、円錐ロッドの巻く方向がほとんど、ね、うん、ありがとうございます。でスタイリングは先ほどおっしゃったようにほぼ、そうですね、実際何もしてないんですけど、時間の都合上もあったんで、ちょっとドライヤーは前髪とかこうかけたりして、なるべく早く乾かして撮影できるようにっていうあれ で本来であれば何もしないで、でまあ毛質の問題もあるんですけど、どうしても髪の毛の質によっては、ボリュームが出やすい人とかって言ったら、まあ、スタイリング剤をオイル関係の、まあオイル関係っつってもベタベタなんじゃなくて、見た感じは濡れた質感で仕上がるんだけど、触るとドライな、乾いてるとか、そういうものがいいとは思うんですけど、でも今回は新しくまあ、ドライに近いセミウエットっていうか、ドライに近いような状態のスタイリング剤をちょっとつけてやりました。それは、乾かし
乾いた後につけて、いや乾かす前につけて、まあ、そのまま自然乾燥だからそうなるっていうか。じゃあもう本当にそのドライに近いオイルを揉み込んで放置、そうですね、普段だったらそのまま、そうですね、できれば何もしてもらわなければカールのコントロールができるんですけど、根元を乾かしたいだとかなんかそういう言葉が入るとやっぱりドライヤーっていうのが必須になってくるので、そうするとドライヤーによるあのパーマを、ダウンさせてしまう、パーマを下手したらすごくいいドライヤーであればパーマを取ってしまうっていうかキャンセルしてしまうっていうことにもなるので。じゃあドライヤーを使うとしたらなんかその注意点というかコツってありますか？まあドライヤーはあのパーマに適しているドライヤーということがまず一番使う条件として、で次に、どうしてもって言ったらまあ、根元を中心に乾かす、それもまあ 50% 以内、まあ何もしなくていいっていうのが女性としてはとても嬉しいですけど、いや男性も嬉しいんですけどね、はい、朝の忙しい時に何もしなくていいっていうのが助かります、ね、でもなんか下感があればね、だって自然乾燥でこの仕上がりになるって思ったら、そうですよね、まあきっとあのアイロンでこの程度の仕上がりを作れる美容師さんいっぱいいるけど、お客さんとか普通の女の子はこんなんできっこないから。本当そうですね、うん、じゃあおすすめしたい、この部屋をおすすめしたい女性像としてはどんな感じですか？カジュアルモードな人とかカジュアルスイーツな人だとか、前髪の状態長さとか、長い、前髪がないとか、まあ、それなのであの全然あの女性像のコントロールすごく効くんですけど、なんかカジュアルな部分の要素、でもまあこれから夏になっていくうち上でなんかそういうポイントがあれば面白いかなと。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。